神田。神田は、東京都千代田区北東部の地区の地名である。旧東京市神田区。現在、神田を干渉する町名が多く見られるのは、千代田区発足時の町名変更の名残である。1947年に神田区が麹島地区と合併し、千代田区が発足する際、神田区内の町名にはすべて神田を干渉する町名変更がなされた、例。 神保町を神田神保町に岩本町を神田岩本町に変更。ただし、すでに神田の名称がついていた東神田と西神田は町名変更されなかった。一方、神島地区内の町名については変更はなかった。神田区の名前が消滅することを惜しむ住民の声に行政が答えたとも、神島地区と神田区に同じ町名。 平川町が存在するための便宜上の措置だったとも言われる。ただし、過去には、神田を干渉する町名と、干渉しない町名が混在しており、神田を干渉するものについては1911年に、すべて省く、町名変更が行われた。従って、神田を干渉する町名が、千代田区発足時に、初めて誕生したわけではない。名称の経緯が似ている。 日本橋、赤坂、麻布、芝地区。上記のうち、神田を干渉しない町域及び神田猿学町、神田岬崎町ではすべて住居表示が実施されているのに、対し、神田を干渉する町域、神田猿学町及び神田岬崎町を除くにおいては、住居表示が実施されていない。住居表示を実施するたびに、神田を干渉しない町名に変更がなされており、例、神田末広町。 神田金沢町、神田旗子町三丁目の各全域を外神田三丁目に変更。かつての神田岩本町、神田加治町の町域のうち住居表示が実施された町域が岩本町、丹イ町である。また神田田町と神田塚佐町に二丁目が存在するにもかかわらず一丁目が存在しないのは住居表示実施に伴う 町明変更により一丁目のみ消滅したためである、お参照。2018年1月1日に、三崎町と猿学町が、神田を関する町名に変更された。町名の読み方は主に、規律や町名町域変更のたびに、東京市考法によって告示された読み方が、使われている。これによると、神田町のうち、神田町と読むのは、神田塚町、かだ、塚町、 神田小川町の二つで、その他は神田町と読む。この地区の地下鉄においては、神田を取り除いた町名が、駅名に採用されている、岩本町駅、末広町駅、神保町駅、淡路町駅、町駅小川町駅。これは、千代田区発足前、神田を干渉しない、町名時代に付設された、路面電車、東京市電、後都電の停留署名と、 その位置を踏襲して、地下鉄駅が建設されたことによる、例えば、神保町時代に神保町停留所が設置されたが、戦後、町名が神田神保町に変更されても停留所名は変わらなかった。その後の神田神保町時代、神保町停留所の位置に地下鉄神保町駅が建設されたが、町名が変更されても駅名はそのまま残った。外堀通り、 安国通りなどの両側にまたがる町域において、地盤を、道の片側の外区に玉数番、反対側の外区に奇数番を当てるという日本では、変則的な不満をしているところがある。参考、神田神保町奇数番地と、偶数番地。地名の由来については、神田、歴史用語、神田明神の項を参照のこと。元は、現在の大手町の平野正門。 首塚付近から、神田山、駿河台にかけての一帯を指したが、江戸城城下町整備後には、時は橋から浅草橋にかけての欧州王冠沿いに、成立した本町通りの北側地域を指す運になった。江戸時代後期には、幕府が武芸修練所として、現在の小川町に設置した、公武所や、北新一刀流剣術の玄武館などの、剣術道場があった。 天馬長老屋敷も置かれ、安政の大国では多くの人物が処刑された。1878年、明治11年、東京15区の一つとして、勘落が成立。1889年、市政の施行により、東京市が発足し、東京市勘落となる。明治維新後、旧幕府直轄地や五寺院が原などの非常地が、接収され、そこに、 東京大学、学習院、東京外国語学校などの管理学校が設置され、さらに明治10年代から東京法学者、専修学校、イギリス法律学校、明治法律学校、日本法律学校といった、主に法科、経済科を中心とした私立学校が立ち始める。周辺には学生寮、寄宿舎下宿が立ち、現在の靖国通り周辺には、 法律図書などの専門書店が立って、学生街が形成された。やがて学校は1903年、明治36年の専門学校令、1919年、大正8年の大学令を経て、大学となり、上記学校はそれで法制、先週、中央、明治、日大の前身で、神田後大学と呼ばれた、文学系や自然系の高も開設されさらに多くの学生を、 集めた。以下を開いた学校には、病院も併設された。書店には、文学や理工学の専門書以外に、古書や一般書籍を扱う書店が加わって、書店の商店街となった、現在では、世界最大となる古本屋街を形成するにいた、いる。1943年、昭和18年、東京府と東京市が合併し、東京都管略となる。 1947年に、神田区と郝島地区が合併し、千代田区が成立。旧神田区の町名には、一律、神田が干渉される、神田の干渉にいては、一部の町では、江戸時代から行われていたが、1911年5月1日の町名変更で省かれていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。